アベンジャーズキャンパスとはディズニーカリフォルニアアドベンチャーにありウォルトディズニースタジオパークと香港ディズニーランドでウォルトディズニーイマジニアリングが建設中のマーベルシネマティックユニバースをテーマとしたエリアであるディズニーパークで広げられるマーベルエリアの世界観の名前はマーベルシネマティックユニバースを元にしているユニバースマーベルテーマパークユニバースとしているディズニーパークに マーベルのアトラクションを作るという話は2009年から始まっていた。ウォルト・ディズニー・カンパニーの2013から2014年の決算スピーチの中で、香港の財務秘書であるジョンさんは、香港ディズニーランドに新たなマーベルのナイトタイムパレード、そしてマーベル・シネマティック・ユニバースからのキャラクターをテーマとしたエリアが作られると発表した。また、 2016年にオープンした上海ディズニーランドのガーデン・オブ・イマジネーションには開園当初からマーベル・ユニバースと呼ばれるマーベルエリアも存在してグリーティングやアトラクションがある。2013年10月8日、ディズニーパークスエクスペリエンス・プロダクツのトム・スタグスが香港ディズニーランドにアイ・アン・マニエクスペリエンスが加わると発表した。設計は ウォルトディズニー・イマジニアリングとウォルトディズニー・アトラクションズが担当し、ビジュアルエフェクトはインダストリアル・ライトマジックが担当する。工事の遅れにより、香港ディズニーランド鉄道の一時運休や、バズライトイヤーのアストロブラスターのファストパス発見休止などの影響があった。ライドの試験運転は2016年7月に始まり、2017年1月11日にグランドオープンした。 2018年3月20日、ディズニーは、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー、ウォルト・ディズニー・スタジオ・パーク、香港ディズニーランドにマーベル・シネマティック・ユニバースの、エリア、アベンジャーズ・キャンパスをオープンすることを、ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツより発表。カリフォルニア・アドベンチャーのエリア、バグスランドを2018年末をもって閉鎖することを、発表した。それに先立ち、 ウォルトディズニー・スタジオ・パークでは、ロックンローラー・コースターを、アイアンマンをテーマにしたものに、リニューアル予定と発表。ディズニー・ホテル・ニューヨークも、アイアンマンをテーマとしたホテルをリニューアルすると、発表した。また、香港ディズニーランドでは、バズ・ライト・イヤーのアストロ・ブラスターを、アントマンをテーマとしたアトラクション、アントマンワスプ・ナノバトル。建設のため2017年にクローズしている。 2019年8月24日にカリフォルニアで行われた D23 エキスポにてディズニーカリフォルニアアドベンチャーとウォルトディズニースタジオパークにオープンするエリアの名称はアベンジャーズキャンパスとなることを発表した。香港ディズニーランドのエリア名は未定である。同年12月26日に2020年の夏に開業予定と発表された。 2020年3月11日にアベンジャーズ・キャンパスは同年7月18日にオープン予定とディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツより発表された。なお、パリと香港のパークの具体的なオープン日については発表されてない。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは全世界のパークで唯一ウォルトディズニージャパンとライセンス契約で運営し、 オリエンタルランド独自の方向性を保っているため、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーには、アベンジャーズキャンパス並びに、東京のパーク内でのマーベル導入の発表や、マーベル賞、マーベルグッズも一切販売や展開を行っていない。そのため、ディズニーランドリゾートのディズニーランドモノレールや、ウォルトディズニーワールドリゾートの、ウォルトディズニーワールドモノレールシステムでもアベンジャーズのラッピングがされたが、 東京ディズニーリゾートのディズニーリゾートラインでは一切されていない。XPR 内に存在するディズニーストア東京ディズニーリゾート店はオリエンタルランドではなくウォルトディズニージャパンによる運営のためマーベルグッズが展開されている。また2019年オリエンタルランド株主総会においても質疑応答でマーベルの導入の可能性について質問がありオリエンタルランド側は 東京ディズニーランド及び東京ディズニーシー内にマーベルを導入することは現時点で一切することはない。と明言した。毎年東京ディズニーリゾート内で開催されている東京ディズニーリゾートディズニーハロウィンでも全世界のディズニーパークで唯一マーベルキャラクターへの仮装は禁止されている。アベンジャーズキャンパスの導入予定がないパークであるウォルトディズニーワールドリゾートでも新たに マーベルのアトラクションやショーを展開しており、またディズニークルーズラインでは、マーベルキャラクターとのグリーティングを行っている。このため、オリエンタルランドの所有、運営する東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、ボンボヤージュ、ディズニーホテルのみが、2020年の現在も、マーベル関連の展開を一切取り扱っていない、状態を続けている。スーパーヒーローチームのアベンジャーズが、 カリフォルニア、パリ、香港のディズニーパークを訪れるゲストの中から仲間となる未来のスーパーヒーローをリクルートするため活動を始めた。上空から撮影したアベンジャーズキャンパスエリアカリフォルニアアドベンチャーではバグズランドの跡地とハリウッドランドのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーマイナスミッションブレイクアウト周辺のエリアを合併する形で構成される。 当初は2020年7月18日にオープン予定であったが新型コロナウイルス蔓延のため無期限の延期となったが2021年6月4日オープン予定であることを発表スパイダーマンをテーマにした 3D ライドアトラクションウェブスリンガーズスパイダーマンアドベンチャーやアントマンワスプをテーマにしたレストランピムテストキッチンがオープンまた第フェーズとして アベンジャーズとかつてなく強大な敵との戦いを体験できるアトラクションを建設予定。アトラクションショップレストランキャラクターグリーティング、施設ウォルトディズニースタジオパークではバックロットエリアの一部に建設予定。2020年をオープン予定。それに先立ち、ロックンローラーコースターをアイアンマンをテーマにしたものにリニューアル予定と発表。 建設中のアトラクション建設中のレストラン香港ディズニーランドではトゥモローランドの現在スタークエキスポ香港として稼働している一部とオートピアの跡地を利用して建設予定。既存のアトラクション既存のショップ2009年のウォルトディズニーカンパニーのマーベル買収の際にユニバーサルと交わした契約に基づきマーベルの名称は使用できなかった。また、この契約では ミシシッピ側伊藤ではユニバーサルが使用しているマーベルコミックスのキャラクターの使用権を有している。ありがとうございます。